3月の卒業を前に、今治工業高校繊維デザイン科の生徒が、学びの集大成を発表する卒業制作展を開きます。河野美術館で16日からです。本当に、あ、刺さった。できた、できた。開展を翌日に控えた15日の午後、生徒たちは会場に作品を搬入し、展示作業を進めていました。今治工業高校の繊維デザイン科は、平成23年度の創設以来、卒業生が学習の集大成として制作した作品を発表する卒業制作展を毎年開いています。3年生は繊維コースとデザインコースのいずれかを選択し、技術や表現方法などについて専門的に学んでいます。8回目となる今回の展示作品は、3年生のデザインコースの生徒たちによる卒業制作を中心とした絵画や立体作品、絵本の原画、ネイル制作、服飾などで流行を捉えたものや、高校生ならではの感性が光るものなど多彩です。中には自分の好きなものの商品企画を目指すをコンセプトにした作品や、今年度の秋季検定のデザイン部門で入選した作品、全国読書感想画コンクールで最高賞の文部科学大臣賞に輝いた作品もあり、見応えのある展示となりそうです。卒業した時に思い出に残るように3年間の技法とか使いながら一生懸命頑張りました。3ヶ月以上前から作品の構成を練っていたのもあり、卒業制作が完成した時には、完成した安堵感ととても嬉しい気持ちでいっぱいでした。クラスメイトの作品がとても個性的で好き的なものがたくさんある中で、自分のものが埋もれてしまわないかとても心配だったんですけれど、自分も自分の個性を精一杯出した作品を素敵に展示できたかなと思います。すごくドキドキはしてるんですけども、今まで特にこの1年間は長いことみんなが頑張ってきていたことなので、それをやっと皆さんに見ていただけるのはすごく楽しみです、はい、今年特に1年間は新型コロナウイルスの影響などでなかなか自分たちも活動ができなかったりだとか、来場してくださる皆様とかにも、いろんな思いをされた方もたくさんいるとは思うんですけども、その中でも今までずっとやってきたことの集大成として、何かを成し遂げることができるっていうところを皆さんにも見てていただきたいなとは思います。今年度繊維デザイン科を卒業する生徒は26人。高校生活も残すところ1ヶ月余りです。和気あいあいとした雰囲気の中、生徒たちはクラスメイトと協力し来場者を迎える準備を整えていました。工業高校繊維デザイン科第8回卒業制作展、16日からです。ぜひ来てください。来てねー。